あくびした。今日は寝られたかな。いや、全然寝られてないです眠たいです。ほう、今日公演やばい、マジで久々すぎて何も覚えてない気がする。腰は、腰の結果言ってなかったね。なんかレントゲン、あの骨見えるやつ、透けて見えるやつ、あれも撮ったんですけど何も異常なく、お医者さんが言うに、ただ寝てた時に変な寝方してたんじゃないかって、それで起き上がった時に筋肉で圧迫されて痛みが出たんじゃないかっていう感じでした。っていう診断でした。はい、薬は痛み止めをもらいました。痛み止めと腰のサポーターをもらいました。あ、全然ヘルニアじゃない、健康ですねって言われた骨に何も異常なくてとても健康な体ですって言われました。そんな感じです。全然大丈夫。まあ本当ならね、安静にしてたいよね本当ならね、なんでもしゃなし、しゃなしやでっていう。はぁ、そう、なんかヘルニアだとなんかその骨と骨の間が薄くなって、なんかそれが飛び出てるだかなんだからしいけど、全然もうなんか自分の骨見ましたよ。すっごい、あ、こう、なんかすごいって思った。絵と同じだって、なんかよくあるじゃん。よかった。よく見るような感じでした、あの自分の骨が。特にこの時期は体調要注意です。そうね、痛みは引いてきたの。やっぱあのね、動かないと痛くないよね。うん、ただいっぱい動いちゃうと痛いかなーって感じ。そう、
はよう。でさ、私さ、なんかその病院行った時に、なんかシートあるじゃん、紙になんかさ書くやつ、なんか書いて、職業みたいなさ、身長、名前、住所みたいな、もそう、問診票ってやつ、そこにさ何を思ったのか分かんないんだけど、職業にダンスって書いたの。もう本当に分かんない、マジで。何を思って書いたのか分からないんだけど、ダンスって書いてて、でもダンサーだったらダンサーって書くじゃん。もう私何を思ったのか、ダンスって書いて提出した後に、えって思って、私なんかダンスって書いてあるって思って、びっくりしちゃった。本当に、いや、うんだよね、本当に私もうんって思ったもん、自分で。はよ、ね、分かれば OK か。ね、本当に。なんだこれ。ねえ、まあ昨日はありがとうございました、皆さん。楽しかったですか、昨日の。特別配信。サーモン正解びっくりでしたって。そう、正解したんですよ、サーモン。すごくない？おかげさまで道路がツルツルでしたって。やば、新潟。マジで、本当にさ、なんかさ、なんか福沢諭吉知ってたんですよ。答え聞いたら、あ、福沢ってなったんだけど、そう、なんかさ、ずっとさ諭吉諭吉言ってたやん、私。そしたら、もう諭吉が名字だと勘違いしてたんですよ。だから聞いた、答えを聞いた時に、あ、そうだ、福沢諭吉だってなったんだけど、もうそれまではずっと諭吉が名字だと思ってました。なんだっけ、五千円札の人、一葉みたいな、なんかだよね、なんだっけ、読めないんだよね、なんて読むのそれ。私カズハって読んじゃいそう。合ってるじゃん、一応。一応合ってるやん。
でもさ、一人でやってるからさ、なんか本当に面白かったかなって思ってすごい心配になっちゃったね。野口秀世って言うんだね。尾だと思ってた。もうほぼ一緒やん。でもさ、私さ、日本語できたぜ日本語できたよ。円錐読めたの感動してる人いたよねね、円錐読めてるみたいな、そこ数学の問題であの漢字読めたことを感動するっていう。あ、やばい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 、めっちゃ出しすぎたね。言うと食べるの尊敬語だっけ。でもさ、それがさ、尊敬語ってさ、私分かんなかったんだよね、ぶっちゃけだと思ってた。尊敬語と敬語って何違うの。敬語には尊敬語と、なんだ俺、何語、やばい。じゃあもう一つの方で言ってた、私分かんなかったわ多分。謙譲語、謙譲語って何、謙譲語って何、丁寧語、何それ。じゃあ私運が良かったんですね、きっとねきっと運が良かったんですよ。おはよう。ねえ、はいよ、みんな。形状語だっけ、なんだっけ。あ、減り下り言い方。え、例えば、例えば、謙譲語か。自分が減る、申し上げるとか、じゃあ私本当に運が良かったね、あれ正解したの本当に。私あと何できたんだっけ。あ、円錐か。 H2O だ。私多分理数系なんだよ。でもまあ理科できないんだけどね理数系なんだと思う私。これ少ないかな。
業公演の申し込み12時までだね。だってありがとう、教えてくれて。ちょっとツイッターで言ってみるね。 H2O で思い出がいっぱいとコメント見てて年齢層が分かった。何？思い出がいっぱいってサウスとノウスだっけ。大人の階段登るってやつ。君はまだ、え、それ、へえ、なんだっけ H2O って。水だっけやばい、忘れてる。ねえ、でもちょこっと話したと思うんだけど、なんでこの勉強学力テストを選んだかっていうと、皆さん覚えてる人は覚えてると思うし、知ってる人は知ってると思うんですけど、私加入したての時に、加入したての時って高校生だったんですよ。私高校生でして、その時にまあちょっと宿題というものに追われてまして、それを宿題を皆さんに見せてやっていただいたんですよねそういうなんとも素敵な過去がありましてそう、そうなんですよ。そうっていうのでちょっと選ばせていただきました。めちゃくちゃ面白い。あら、ありがとうございますそうなんですよ。ボーリング大会っていうのも昔NGT にありまして、そのなんかシングルの得点みたいなので、そこでもちょっとストライク取れなかったら宿題やるみたいな感じ、やるみたいなことをちょっとやらせていただいてました。多分伝説になりましたそうなんですよ。実は私そんな過去を持っております。まあね、行ってる学校バレちゃいけないから、なんとわざわざ丁寧に私はノートに問題を書き写して漢字なんですけど、それを ノートを机の上に置いてはい、ストライク取れなかったら問題1問解いてねっていうことをやっておりましたはい、とてもやんちゃでしたね。
しそうだった、まあ楽しそうだったって思っていただけたらね、まあいい思い出になるんじゃないかななんて思いますね。とても宿題が楽でした衝撃が読めないということが衝撃でした。当時は読めなかったんですよ。今は読めます。書けって言われたら書けません書けって言われたら書けません。読めって言われたら読めるかも。いや合ってるよね、衝撃だよね今のね。でも実は何が入ってたか私覚えてないんだよね、あの問題。多分みんなの方が覚えてる、解いてるから解いてるから、私の宿題何だったかみんなの方が覚えてると思う。私何で、マジで覚えてない、どんなんだったか。はい。とても懐かしゅうございます。ちかなちゃんとツーショットで5枚撮影したことです。だって嬉しいね、ありがとう。4年以上前だって、やば、怖っ。でも初めてショールームのスタジオに行きました。そう、でここはすごい余談なんですけど、私加入する前からショールームやってて、でその時に担当というか、なんだろう、とてもお世話になった方がいらっしゃって、そう、ご挨拶させていただきました。すごい懐かしかった。そう、わざわざね、来てくださって、本当はね、こっちからご挨拶しないといけなかったんですけど、来てくださって、でも嬉しかった。今でもこう覚えてくださってたってこと、嬉しかったですね。そんな感じです。だから何かと私ショールームっていう括りだとすごい長くお世話になっているかもしれない。何年やってんだろう私。そう、覚えててくれて、この眉毛だけやりたい、ちょっとこの眉毛だけやらせてください。よし、できた。そう、
懐かしかったよ。でもね、卒業後もね、配信するんで、昨日の衣装は昨日の衣装は私服、とても似合って素敵でした。似合ってて、そう、私服です。可愛いよね。そう、昔そうおしゃべり会で着てたやつなんですけど、すごいよく覚えてるね。昔おしゃべり会着てたやつだからみんな覚えてないと思ってさ。ちょっとなんかああいう衣装っぽい服着てても大丈夫かなって思っちゃったね。今日ちかなちゃん推しの妹と一緒に公園行くよだって。まだ出るもんね。あれ合ってるね。嬉しい、見つけるね。卒業後のアカウントは変わるのですか。いや、変わらないと思う、変わらないと思う。うん、世界の力だって、まだまだだよ、うん、本当に世界の力じゃない、ただの力。アナちゃんとチカナちゃんを教えてます。よし、ありがとう。この欲しいもの持ってこ。欲しいもの持って、これもちょっと入れとかなくちゃいけないし、意外とやばい。よいしょ。ちょ、こっちに入れといて。あ、これも忘れそう。待って、生写真は持ったし、なんかああそうだ、もう持ち物リスト作って、新潟雪積もってるからね。マジで、スニーカーじゃきつい。8時30分ありがとう。ギリいけるぐらい。そうか、いける、いける、スニーカーでいける、一回スニーカーで行く。ということで、男女4で終わりにします。13位パンダの帝王さん、13位パンダの帝王さん、12位カズさん、12位カズさん、11位イカちゃんさん、11位イカちゃんさん、10位マイクさん、10位マイクさん、9位ペンギンさん、9位ペンギンさん、8位ナチュラルさん、8位ナチュラルさん、7位松さん、7位松さん、6位キクマルさん、6位キクマルさん、5位カブさん、5位カブさん、4位鈴木秀和さん、4位鈴木秀和さん、3位みーさん、3位みーさん、2位ともねこさん、2位ともねこさん、1位たかっぴさん、1位たかっぴさん、ありがとうございます。はい、ということでちょっと朝配信終わりになります。はい。いや、多分夜もやる、うん、ということで終わります。ありがとうございました。ね、サイン書きも頑張ります。また会いましょう、ルーム。ありがとう。またねー。バイバーイ。